えー、神奈川県人権啓発センターです。えっ、ー、とですね、実はもうすぐ、えー、2014年ですね、今年、えー、3月21日。まあもう何日か後ですよ。3月21日の、えー、14時に、えー、新潟県新潟市の 新潟地方裁判所で、えー、ある裁判の口頭弁論があります。原告は私、被告は新潟県ですね。あ、まあ、実質的には新潟県教育委員会ですね。えー、これはあの、訴訟の裁判です。えっ、ー、と、新潟県の、ま、県立高校がですね、えー、解放同盟に求断されたっていうことがあったんですね。で、その過程で、その、まあ、高校でね、自殺した生徒に関するものなんだけども、まあ、その生徒は部落出身だのなんだのっていうことが、解放同盟に情報が渡って、解放同盟がなんか差別だっていうふうに あの、高校中断してるって、まあ意味のわかんない話なんですよ。それで解放同盟と高校がいろいろ文書をやり取りしてるから、まあそれについて情報公開請求したら、まあいろいろよくわかんない理由で、その文書の開示を先延ばしにされてですね、もう1年以上経過しちゃってるわけです。だったらいい加減にしろっていうことで、えー、僕は、あの、提訴したわけです。まあ、早くその文書を公開するように。ということで、えー ただですね、その21日に口頭弁論があって、まあ傍聴、まあ来ていただけたらいいんですけども、まあ平日なんですよね。平日だからでもまあ、あの、来にくいと思いますよ。だから僕、あえてね、そのことをね、ここで告知しようなんていうつもりはなかったんだけども、実はですね、先週新潟地裁から私に電話があってですね、えなんかこんなことを言うんですよ。 えー、21日の口頭弁論なんだけども、まあ、事前に、えー、初期監室に来てもらえますかと。それで、えーまあ、ちょっと控え室から裁判所の職員と一緒に法廷に入ってもらいますっていうことを言われたんですよね。で、僕、それ断ったんです。というのも、あの、全国部落調査の裁判なんかで、まあ、とにかく異常だったんです。あの、東京地裁、東京高裁、高裁でね。本当に異常だったんです。まあ、どんなに異常だったかってまた後で話すんですけども、 それで、その、別とこう、ね、その、私が出入りするっていうと、なんかこう、旗から見ると逃げてるような印象があるじゃないですか。で、さらに、まあ、いろいろ実質的な問題もあって、その、法廷の前でね、えー、例えばその、なんか、垂れ幕出したり、演説したりだとか、あるいは、記者の取材に答えたりとかするんですよ、解放同盟が、裁判所の前で、門の前でね。 で、その間僕は、あの、こっそり入って裏口から出るようなことをやらされるんで、もう解放同もやりたい方なんで、なん、なんです、ね。やりたい方だな、なんです。裁判所の前で。で、記者も、記者も僕のところに来れないですしね。僕は裁判所の前に戻った頃にはもう誰もいないっていう、そういう状態なんで、いや、この扱いはあまりにもひどいと思って、それを新潟地裁でもやるのかと思って僕は断ったんですよ。で、で、それで、そしたらですね、また裁判所からね、連絡が来てね、 ど、いや、まあ、裁判官の指示なんで、どうしても、その、えー、まあ、先に初期官室に来てベッド入ってくださいって言うんだけども、まあ、それでも僕断固拒否しましたとにかくね、裁判所の言うことがおかしいんです。で、どうしてそういうことをしないといけないのかって言ったら、えー、まあ、法廷にね、傍聴人がた多数来るから、まあ、その、まあ、交通整理というかあの、通行の整理のためにそういうことをするんだと、まあ、警備上の理由だっていうふうに言われたんで、 いや、そんな人が来るんだったら、傍聴券発行して、まあ、そもそもその、入る人制限すりゃいいじゃないですかって言ったら、いや、傍聴券発行しないですって言ったんですよね。いや、それで、ええと思って、いや、あなた、その、その多数ね、傍聴人が来るって言いましたよね。で、例えば廊下にその傍聴人がいっぱい来て、それでその、出入りできなくなるとか、そういうことがあるからって言いましたよねって。 いや、それなのに、傍聴券発行しないっておかしいんじゃないですかってまあ、東京でもね、大阪でも、まあ、他の地方の裁判所でも、多数傍聴人が来るっていうことが予想される場合は、裁判所は傍聴券発行するんですよ。で、傍聴券発行すれば、当然あの、当選した人だけ、こうね、案内されて中に入るっていうことになるんで、そんな、その、どう、あの、廊下を塞がれて、出入りできないなんてこと、まあ、ないんですよ、そんなことは。だから、新潟地裁もそうすればいいんですかって言ったんだけども、いや、 あの、傍聴券を発行しませんっていうよ,ようなことの一点張りで、いや、傍聴券発行しないっていうことは、それは裁判所としては、その、その、傍聴にそんないっぱい押しかけるっていうことじゃないんじゃないですかって聞いたら、いや、裁判、あの、通行、あの、傍聴人がたくさん来て、まあ、道路とかにも、あの、通路とかにもいっぱい来るかもしれないんですって言って、 言うから、いやだからだから前後で言ってることはそれ矛盾してるじゃないですかっていう風にね。まあ僕は言ったわけです。そしたらまあちょっと全然ね、あのー、まあ納得いく返事がないんですよね。 で、それでまあ僕は先ほどのあの、まあその記者の取材だとかね、あの、法廷前での演説とかそういう経緯もこういうことがあったんですって話したら、そしたら裁判所がですね、いや、いやまあ裁判所の敷地内ではその取材とかはお断りしてるんで、みたいなことを言ってですね、いや、それだったら、なおさらおかしいじゃないですかって言って、取材はお断りできるのに、その、廊下の中にね、 あの、押しかけてきて、人の通行を妨害するようなことは、あの、黙って見てるんですかって言って僕は裁判所に行ったんだけども、まあ、それに関してもまあ、うにゃうにゃうにゃっていう感じで、まあ、とにかく言ってることがおかしいんで、まあ、だから僕、本当の理由を言えよって言って、解放同盟怖いんでしょって言って、言ったんだけども、いや、そういうことじゃないですよって言って言うんだけども、まあ、とにかく前後で言ってることがね、もう、尻滅裂なんですよ。 うんだから、いや、だから、いや、じゃあ、いや、いや、もう僕は、その、当日、普通に法廷に入りますんで、真,真正面からって。 で、まあ、そういうふうにしたら、じゃあ、当日ね、法廷に入るの断られるんですかって言ったらあ、そういうことじゃないですよって言うんで、じゃあ、だ,だったら、ま、普通にやらさせてもらうんで、まあ、もう頼むから、もう普通に平等に裁判させてくださいと。そんな特別扱いする方が人権侵害じゃないですかって僕は、あの、もう裁判所にですね、強行に主張してですね、まあ、もう裁判所に折れてもらいました。悪いけども。ということがありまして、で、 その、まあ最初にも言った、その異常な扱い、その活動家相手の裁判、とにかくおかしかったんですよ。もう最初のね、あの全国部落者の、あの、最初の裁判から。まず一つは、その、傍聴席からの罵声、それを裁判官が止めないんですよね。 止めないというか、まあ、一応その、あの静かに静かにみたいな提案するけども、あのー、いや、僕は知る限り、まあ、ちょっと、一昔前だったら、そんなことを傍聴席でやったら追い出されてたんですよね。だけど、その、僕はその、まあ、傍聴席に対して、まあ、何回かね、口頭弁論あった時にも、またバスへ飛ばすようなのを言って、ちょっともう黙らせてくださいって言っても、まあ、裁判官もなんかちょっとこう、なあなあみたいな感じの対応だったんで、 それで、あのー、これに関しては、もうちょっといろいろ反省あるんだけども、今度から、あの、傍聴席で、その、罵声浴びせるような人がいたら、あの出て行ってもらおうかと思います。もう裁判官に出すようにっていうことを指示して、もう出さないんだったら、もう、あの、もう中断してくださいって、もう今回の裁判っていうふうに言います。その、口頭弁論中断してください出させないんだったら、こんな状況でとても公平な裁判できるとは思えないんで、 罵声を浴びせるやつを追い出せあの、外に出さ,出させないんだったら、じゃあもう、これ、コートベールの続けません、続けられませんよっていうふうに僕は裁判官に言おうと思います。もう皆さんもそうした方がいいと思います、本当に。あまりにもひどいんで、あの、活動家のやり方が。で、もう二つ目は、あのー、法廷での演説。演説です。これも一番最初やられたんですよ。なんか、何の事前のね、予告も連絡もなしに、なんかこう、あのー、紙に書いたもの持ってきてですね、 解放同盟の関係者がもう入れ替わり立ちわり演説するんですよ。なんか読み上げて。うん、あの、こいつはどんだけ悪い奴か差別者がみたいなね。もうあの、本当はもう犯罪だとか刑事裁判にも値するみたいなことを延々延々とね、もう何十分も喋るんですよ。で、こんなことする必要ないわけですよ。その裁判ってそういうことをする場合じゃないですから。だからこれに関しては、僕も、あのね、一切断ろうかと思います。本当に。というか、 どうしうししまょ本当にあのー、僕はもうこれ今度やられたら、まあ、当然予告なしにそういうことをやったら僕本当辞めさせた方がいいと思いますこれも本当に辞めないんだったらもうこれ今回の,あの口頭面論もお流れでいいですって言ってやめてくださいって裁判官がこれやらせるんだったらって言ってもう中断してもう後であとで裁判官に対する忌避申し立てなりするからって言ってねええー ということで、まあそういうふうに毅然と対処した方がいいと思うし、まあ事前の打ち合わせがあっても僕もう断ろうかと思うんです。もうこういうことは。あの、まああの、これはもう東京高裁とか東京地裁が悪いんだけども、まあ新潟地裁ではこういうことあるかどうかわかんないんだけども、まあ今回行政訴訟の場合はそういうことはないと思うんだけども、まあとにかく新潟地裁でもそういうことがあったら断るし、裁判所が相手にそういう演説をさせることを認めるっていうんだったら、じゃあ僕その、あの、 閉廷してからやってくださいと。法廷閉めてから後で勝手にやってくださいって言って、少なくともその裁判の口頭弁論っていう場では、そういうことは僕は絶対許せないと。あの、やらせないでくれっていう風に。そういう風に言おうかと思います。だってそういうのも準備してね、裁判官にチェックしてとかそういうこともさせないといけないわけですよ。で、そんなことする必要ないわけですから、普通裁判で。八死でその、審理をね、あの、裁判の審理、まあ、基本的に書面で審理するわけだから、 その、まあ、双方の主張の署名っていうのはもう全部その準備書面に書いてあるわけだから裁判所で特別にね。 書面用意して、それを読み上げる必要もないんですよ。しかもその読み上げる文章も何度も何度も裁判所にファックスしてチェックしてもらわなくていけ、いけなくてね。なんでそんなね、負担を強いるんだっていうことでおかしいわけです。だからこれに関しても、もうあのー、一切お断りっていうことにしようと思い,思います。本当にあの、今回きょ、もう、これ以降は、あの、もう強行に主張します。裁判所に対して。悪いけども。まあ、それで僕は不利になろうが、知ったこっちゃないです。まあ、そんな、そんな裁判官が公平な判決を出すこと ことは絶対ないっていうことを僕もう思い知ったんであの東京地裁と東京高裁で、うん、じゃあだっ,ただったらもうさっさとねアホな判決出してくださいとそのそういうね活動家の演説を想定で許すような裁判裁判官がまともな判決出すとは思えないからこれ以上やっても無駄だからっていうふうに僕言おうかと思うんですよね。うん で、あと三つ目は書面の提出の遅延ですよね。もうこれに関してはもう一切許さないっていうことでいこうかと思います。本当にと。というか、その相手の書面の遅延をね、その待ってる、その、メリットは全くないんで、いや僕も、それに関しては本当に反省してるんですよ。本当に強行に出ればよかったなと思ってね。あの、東京地裁の時も。だから今回の場合はもうとにかく、あのー、裁判引き延ばしたりとか、そういう、 こっちに無駄な負担をかけるような行為に関しては、もう一切もう、あの、お断りしようかと思います。というか、皆さん本当ね、あの、そうした方がいいです、ハッチ氏って。そうやって、なんか裁判官に配慮したいとか、しても、絶対にあの、裁判って有利にならないです。むしろ不利になりますから、それ。ね 裁判官がその相手側に配慮してる時っていうのはもう一切協力しないっていうことをあの徹底した方がいいと思います本当に僕はあの思い知りました。ということであのまあいろいろね訴えられてるんだけども今後はもうそういった方針でやろうかと思うのでまあ各地の裁判所の裁判官の皆さんはまあそういうつもりで対応してくださいと。僕としてはあの解放同盟側を裁判官がなだめる行為に関しては僕は一切協力しないというかもう一切拒否しますんで。 あの、法廷閉めてあ、その、ね、後頭弁論終わった後にでも勝手にやってくださいと、というふうに言おうかと思います。ということで、まあ、活動家相手の、あの、裁判っていうのは本当にね、ろくでもないっていうことですね。あ、ちなみに今日飲んでたの、このニーハオハイボールですね。えー、これね、なんか、コンビニで売れ残ってたやつなんだけども、えっ、ー、とね、商工師のハイボールっていうことで、ちょっと味がね、 予想できないんで、多分それで売れ残ってたんだと思いますよ。ただ実際はね、紹興種だけじゃなくて、なんかウォッコウォッカとかも入っててですね、まあそれなりに飲める味付けになってるので、まあそんな悪いことじゃ、悪い感じじゃないですね。意外と、あの、炭酸強めですしね。ね、ということで、えー、ということで21日新潟地裁です。まあ平日だしね、まあ新潟なんで、まあ傍聴に来る人なんて大していないだろうし、というか、 僕、あの、多分解放同盟を押しかけるってこともないんじゃないかな。だってメリットないですよ。うん。今回の場合は。あの、相手はあくまでこ新潟県。新潟県対私の裁判なわけですから。解放同盟ね、第三者なわけで。まあ、参加するんだったら解放同盟がね、参加の申し出なりをしてからってことになるんで、そんな傍聴人として押しかける意味っていうのがないですから、僕は多分あの、裁判所が勝手になんかドアは怖いっていう風に勘違いしてるんじゃないかなっていう風に私は思います。い以上です。